ユイゼ一は日本の法学作曲家、総曲や妻は創曲家の中島康子。北海道深川市生まれ。父親は尺八奏者。母親は総曲や農業経済学者のユイゼ康彦は重低3歳から幾多流創曲を学ぶ。小樽高等商業学校卒業後、一度就職するが間もなく退職し。 東京音楽学校法学科に入学、宮城道夫に指示する。その後、更新の東京芸術大学に学理科が設置されると転化し、在学中の1952年、法学コンクールで第1位、文部大臣賞を受賞。卒業後の1953年から2年間、コロンビア大学でヘンリー・カウエルに指示。この間クックレーベルから、レコード、日本のことをリリース。 1955年には、ストコフスキー式のニューヨークフィルハーモニーとの共演で、春の海を演奏し、国際的にも知られるようになる。1959年の帰国後は、毎年国内で、新作発表会を開催。1962年には、トニー・スコット、山本国山との共演のアルバム、全の音楽をバーブからリリース。1964年からは、 ロックフェラー財団の招きで2年間、コロンビア大学芸術科の講師を務める。1970年からは、毎年リサイタルを開催する一方、ユイゼ新一月相談を指揮して、海外でも活躍。ユネスコ世界音楽祭、テヘラン国際音楽祭など、数多くの国際的なイベントにも招待される。1985年頃から皮膚病を患うが、克服し、 現在も旺盛な創作、演奏活動を行う傍ら、ただ、ゼ音楽スタジオを主催して、更新の指導にも当たっている。聖波法学会理事、現代法学作曲家連盟会長。代表作に、北海道100年記念に作った、石狩川などがある。また、竹久夢二の絵画に着想を得た、組曲、長崎十二系は、バンドを玉三郎によって舞踊化され、 何度も演じられている。多くの作品が、ユイゼシン・んいの音楽などの CD にまとめられている。著書に、私の半世紀がある。2015年1月5日、有極細胞癌のため死去。91細胞打つ。ありがとうございます。